これが皆様が加齢で集中力が落ちてしまうと思っている原因のところの理由なんじゃないかなと、うん、私は思ってます。はい、タスクゴルフバインドバー編、今日もですね、管理用紙の青さんに来ていただきます。よろしくお願いいたします。今日はですね、管理栄養士目線で集中力のことについてちょっとお聞きしたいんですけど、まあ自分の経験的にもやっぱ年取ったから集中力落ちてんなみたいに感じることもあるんですよ、うん、で疲労はねあんまり僕は感じないけど、集中力の欠如っていうのはなんとなく年齢関係あるんじゃないかなと思ったりするんですけど、うん、これ管理栄養士目線で言うとどうなんですか。これは管理栄養士の個人の見解としてはあんま正直ないんじゃないかなって。ああそうなんだ。で、まあ、前回のお話でもしたと思うんですけど、はい、年齢重ねるとちょっとの栄養不足でしたよっていうのが慢性的な栄養不足っていうところに移行しやすいんですよ、うん、これによって結局まあ年数経ってるってことにはなるんですけど、うん、本来栄養不足がない人とある人で比べたら相当な差があると思うんですよね、体の中で起こると。でここで集中力とか疲労回復の部分にものすごく関わってくるので、うん、これが皆様が加齢で集中力が落ちてしまうと思ってる原因のところの理由なんじゃないかなと私は思ってます、うん、なので栄養改善していけば疲れづらくもなるし集中力も上がるっていう、うん、いいところばっかり、うん、あそうなんだ、はい、ゴルフで集中力が必要なところってどんなところなんですか。まあこれ入れたら勝てるみたいなパットとかそういうのはやっぱりありますよ ね、 ね、はい、ただもう集中力って割とあんまり極端にガッと集中力を入れるというよりはなんかそう常に集中してる状態っていうのを、うん、まあこれ人間的に不可能なかもしれないけどそれをちょっと維持したいっていうのは実はあって、うん、それにまあ自分なりに工夫はある程度していてできるだけその無意識に集中できてる状況を作り出すっていうことは、うん、ゴルフのいろんなシーンの中でやってますよね。例えばどんなことやってるんですか。例えばルーティーンなのそうですよ。ゴルフのルーティーンってわかります。いや私わかんないです全然、はい、ぜひ教えてほしい。ショットの入る前の所作はほとんど効率的なプレイヤーはみんな一緒なんですよ。うーん面白い。例えば皆さん知ってる中ではほら一流選手なんかそうじゃない、うん、バッターボックス入るときってもうほとんど一緒じゃない、うん、あれって全部無意識にやってるんだけどこれってやっぱり一つの集中の過程だと思うんですよね、うん、このルーティーンっていうのがこの集中に寄与するってことはこれ結構いろんな論文なんかに出てる話なんですよね。だからその集中するときにすごく特殊なルーティーンをする人、例えば以前ワールドカップラグビーの五郎丸選手っていたじゃないですか、はいはい、ああいうそのルーティーンとか、はい、人それぞれのルーティーンっていうのがあってでそれを自然に作り上げているっていうのは集中状態を維持するっていうことにつながっているんですよね。だから僕も実はゴルフのショットはどんな場面でも一緒です。そうなんですね。これはもうね習慣になっちゃってるから集中しようと思ってやってるわけじゃなくてでそれが自分をそのすごく落ち着かせるんですよね。あとこれ人間のその中で起こってることっていろいろと検証できると思うんだけどそのルーティンを作っている時の呼吸の仕方とかやっぱりその吸ったり吐いたりする呼吸を深く吐いたりすると副交感神経が高まるじゃないですか。そういうのもそういう状況に自分をキープしやすいということにもなっていくのですね。それがうまい具合に自分なりに一つの形があってそれをやってるっていう。タスクさんの知りたいですルーティーン。そうだから僕のルーティーンって基本どんなショットも実は一緒で最初に後ろから自分のボールフライトを想像してでそこで自分のやり遂げたいことをまず意識して一回素振りをしてでそれからボールに向かうんですけどもその時にはもう完全に入ってるんですよ。だからそこから一切何も考えないであとやることはできるだけ早くボールを打つってことなんだけどそのプロセスの中でやってることってたまにほら録画とかで後ろで撮ってるでしょ。もうほとんど一緒。なんかちょっとこんな感じで入るしこの辺はちょっと肩を入れながら入ったりとか、うん、あと肩を入れるときに息をふーっと吐くんだよね、うん、入って入るとかこの辺りっていうのは実際はすごい無意識的にできてることがあるんですよ。無意識っていうのがポイントになってくるんですね。そうな無意識的にもできちゃってる気がするんですよね。もう今意識的にやってないしそれがいつそういう風にできたのかっていうのももう覚えてないぐらいなんで、うん、だそれが常に自分を落ち着かせてるっていうことが必要なんですよ、ね、無意識のルーティン化を作るのにコツとかってあるんですか。これはやっぱり僕の場合はそのゴルフクラブのグリップに対してどういうエネルギーを与えたらどういうふうにゴルフクラブが反応するかっていうことを僕はその力学的に分かってるんですよ。だから自分の体がどう感じるかは別にしてここに何を起こすかってことにずっと集中しながらゴルフを構成してきたんですよ。だからそうするとそれがもう普通になってきてそれで起こってきた結果を受け入れてその結果に対しても失
敗成功いろいろある中のその成功の体験が凝縮して自分にあるんですね、うん、でそれに対しておそらく他の方と違うのはここでこういうエネルギーを与えたら終わりだっていうこと、うん、すなわちほとんどの方ってそのボールをまっすぐ打たなきゃいけないからこういうその難しいところでボールをちゃんと打たなきゃいけないっていうような感じでボールに向かうんだけど、そうじゃなくて僕はパッパって立ったらあとはここにグリップに正しいエネルギーを与えるってことだけを集中して、でそれがもうルーティーンになって、もう自分の感覚はもうここで終わっちゃってるんですよね。そうしたらボールが勝手に飛んでいくよねっていうことの経験値でそれをやってるって感じなんですよ。これがちゃんと何であるかっていうことを証明することは難しいけど、ただ現実的にそうなんですよね。だからそれが全体の流れの中で最初にボールに入っていくところからそのいつまでかに打っちゃってるみたいなところまで一つの無意識にやってるって感じがすごくあるんですよ。それは今までタスクさんが成功と失敗を繰り返してきて自分なりのベストを探ってきた、それは結構強烈になりましたね、うん、ただその時にあったのはそのボールに対して特別な意思を持たないっていうか、うん、もう正しいエネルギーを与えればボールは勝手に飛んでってくれるっていう感覚があるので、うん、そういう風に無意識的に入る、そのすごくこんなになって難しいところあるじゃない、そういうところに行く時にボールに向かってこれうまく打たなきゃって言って多分ほとんどの人が入る、そうじゃなくて僕はここだってこうやってこうやってやってってトゥッてやれば出るよねっていうそれが難しいですよね。そう、それが難しいんだと思うけどでもねそれが本当現実的にそんな感じなんですよ僕はね。タスクゴルフを見て学んでいけばもう勝手にルーティーンができると、それは結構その通りかもしれない。アマさんゴルフやるんだっけ。ゴルフやらないです。やらない、やらないとかやりたいんですけど機会がまだないです。ぜひお願いいたしますそれちょっとゴルフやらないとちょっと分かんないかもしれないですけど、これって原理なんですよ。要するにそのこのグリップエネルギーに与えるからゴルフクラブって特殊な形をしてるから、このエネルギーに対する反応としてゴルフクラブが勝手にボールを打っていくっていうことに僕は腹落ちしてるからそれに集中してるっていう、それだけやればボールが飛んでいくってことが分かってくるんですよ。それはすごい精緻なコントロールはすごい難しいところではできないかもしれないけど、ほぼほぼこの方向には正しい距離飛んでいくっていうコンフィデンスがある。だからあまり難しいところに入ったとしてもあまり緊張せずにスッと打てていくっていう、ただこれは原理原則をやっぱり腹落ちしてるからっていうことなんですね、うん、でもこれは青さんの聞いてるとこの集中力とか、はい、この疲労回復とか疲労に対するいわゆる栄養を摂取すればそういうことに対しては対応できるっていうことも、うん、やっぱりこれも原理でしょう。あ、そうですね、おっしゃる通りだと思います、ね。まあこれってよく考えれば確かに自分が接している栄養がいろんな反応で結局疲労回復させたりとか集中力維持させたりとかするということですよね。結局シンプルな話ってことなんですけど、だそういう中でもまあ疲労回復に対して非常に効果のあるものとか、また集中力の維持に対して効果のあるものってやっぱりいくつかあるわけでしょう。あります。そういうところについてちょっともう少し深掘りでお話聞きたいと思いますね。ぜひぜひ、はい、じゃあぜひ次回以降はですねそういう話をしていただきたいと思います、はい、ぜひお願いいたします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。